どうも、モコと申します。久々に激辛系焼きそば食っていこうと思うんですけども、極激辛ファイナル、ファイナルとかエンドとかなんか最終回先ずっとやってるよな、ペヤングって。で、なんかこれ前回出て極激辛、俺食べたっけ、それ食ったよな、なんか YouTube かなんかで。それのなんか2倍の辛さがあるらしい。で、結構 Twitter とかでももうこれなんかもう催涙スプレーよりもなんかえぐいから、もう食ったらあかんみたいな、うん、なんか人徳に反する化学兵器みたいな感じで結構バッシュされてるらしいんですけど、まあさすがにちょっと、なんていうかね、食べ方工夫して食べたいなと思います。カロリー558キロカロリー。小麦、ごま、大豆、何これ、鶏肉、豚肉、リンゴのアレルギーが書いてます。ちょっと、お湯で茹でていくわ。一旦な。で、ソースとかを全部入れるかどうかっていうのは、その時のノリで判断していく。ちなみに中身こんな感じ。あ、でもちゃんと火薬入ってるやん。まあ火薬。まあ火薬を入れた方がやる先にな。火薬と、あとこれが問題のソースらしいですね。これね。はい。これが問題のソース。ちょっとお湯で湯がいていきますわ。先にこれ、がっつり入れちゃおうか。まあもういいでしょう。ちょっとこれ、お湯捨てて、あ、まあもうちょいか。いや、まあいけるか。まあ固めぐらいがいいよな。ちょっとお湯捨てていきます。はい、できました。こんな感じですね。こんな感じっていうか、まあこれだとただのペヤングなんですけど、まあこれにこの極激辛ファイナルソースどうする？もう全部一回入れちゃう？一回全部入れてあかんかったら、ちょっと後で調理法もういくわ。あ、もう全部、はい、入れました。はい、うん、今全部入れたんでね、あとはもう食うだけやんけど。何これ、なんか匂いやばいわ。匂いやばそう。一旦食ってみようか、とりあえず。ちょっと先にあれで膜を作ろう。飲むヨーグルトでまずこの胃に膜を作っていくわ。よいしょ。うん、まあもうつけ焼き場でしょうけど。ではちょっと普通にまずいただいていきます。だいたい平均2口か3口で前作の食えた人でもギブアップするらしい。いただきます。あ、無理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 、うん、うん、無理、あの あかん、死ぬわ、うん。あのさ、しゃべれないと思う。え、一口でこんなんなのか。あの、今までのって、だいたいまあ半分ぐらい食ってから徐々に来てたんですけど、うん、これ一口食ったらもう、あの焼けそうになります、口の中が。はい、これあのごままじゃ食えないわ。あのね、一応ね、いや調理して無理かもな。一応この豚肉とな、
こういうの買ってきてて。もうとりあえずもう食っちゃいけないもんっていうのが分かったんで、痛い、あかん、これ水で、やばいやばいやばい、うん、これね、それは水でこれソース削ぎ落として、これが痛い、で、これが痛い、麺自体が美味しいんでね、ちょっと今水で固めにしてたから洗ったから、これちょっと今から調理しましょう。やっぱ全部くくね、完食、はい、ということで、これね、今ちょっとこの野菜炒めてるんですけど、これにちょっとこれ入れていこうか。いや、こうやって食ったら多分普通にうまくなると思うわ。すいませんね、これ無理やね、前回の極激辛から俺全部食ってんねんけど、あれ完食したんやったっけな、前のやつって。で、もう最大限にこの辛味ソースも削ぎ落としたから、まあ程よいピリ辛焼きそばになるんやないかなと思います。うん、なんか匂いとかいい感じやし、でこれにね、肉もあるからな。はい、こちらの豚肉ですね。ちょっと豚肉なので、こう直箸じゃなくて裏っ側でいこうか。うん、これもうこうやって OK。 いや、これあかん、もうすでにね、若干お腹痛いもんこれね、ちょっと想像以上か。ああ、これ想像以上、これ食ったらあかんね、みんな、全部言ってたら多分死んでたわ。はい、ということですね、調理したのがこちらになります。はい、これなら美味しくいただけるんじゃないかなと思いますね。ではいただいていきましょう。ちょっと変な油汗かいてんもん今、えぐいもん食ってもうた。じゃあいただきます。これはなんかすごいグワって辛いねんけどさ、まあでもだいぶソース削ぎ落としたから、うん、で匂いもね、なんか焼きそばっぽくなってるわ、屋台の。あ、食えそう。うん、うまい。なんか口の中痛いねんけど、多分熱いもん食ってるからか、まだ口の中にあれが残ってんねん、辛みが。ちょっと熱いからかな。うん、豚肉がまたええ味がしてるわ。うまい。まあもうこんなんやったらもうペヤングちゃうけどな、極激辛
ファイナルではない。だから俺はその片鱗を味わった。そこで俺も自ら自分自身にドクターストップを課した。いや、この判断間違ってなかったと思う。うん、まあ焼きそば一杯でお前命かけるようなもんちゃうわ。俺は悪いが降りる。うめえ。もうみんなこうやって食おうや。なあ、意思張って完食せんでってこれ。これもう全部一口目のやつだ。口の中に残ってる辛み、もうこれは辛ないもん。うん、全部一口目のやつ。なんだか、なんかあまりに酸っぱすぎてさ、販売停止のやつなったやつなかった？シゲキックスのなんかベータバージョンみたいなやつでさ、これは子供とか食ったら下手したら死ぬんちゃうか、胃に穴開いて。うん、これ劇薬や、劇薬。辛いとかそういうんじゃない、劇薬。YouTuber とかゲーム事業者がさ、対戦ゲームで負けるためにこれを一口食うみたいな客やるやろな。絶対客だろ。それ無理無理無理、断言する。こんなんもう企画にならん。こっそりすり替えればいけるかもしれない、ペヤングの中身を。はい、うん、俺がちょっと最後見てほしい、滴り落ちた俺の汗。もうこれがこの激辛ペヤングの極激辛ファイナルのヤバさを物語ってますね。こんだけ油汗かきます。これはちょっと感触が無理でした。はい、さよなら。